ロッキーないっすか、俺どこも。そうなんですよ。なんで買ったらもっと安いんだけど。どうも、あやかでーす。今なんかローソンストリートで日本のなんかお店みたいなの発見したから今から探索してきまーす。見てみて、なんかさ、なんだろう、 HY 流れてんで、めっちゃ日本、ここだけめっちゃ日本。え、プリンがある。しかもまさかの11時過ぎっていう。そう、今11時過ぎでございます。あ、豆腐が売ってる。あ、安くない？1ドル。確かに僕より安いかも。え、すごい穴場。安いよな。鮭缶とかも。ありがたや。鮭ほぐし。え、すごい。え、めっちゃおかしい。小吹き揚げがあるし。こんな感じ。ちゃんぽん。素晴らしい。したけ。少しだけスープ焼く。あ、普通にさ、日本のあれも売ってるわ。そうですね、化粧水とか売っておりますよ。あ、もう高いじゃ、高い。19ドルだって。こんなん1000円せえへんくない？800円ぐらいじゃない？あ、そっか、倍やな。倍や。ほんとマジ。パルティがある。ちょっと待って、懐かしくない？今こんなんやった？なんか昔を感じるけど、なんかこれパッケージが昔を感じる。昔誰やねんみたいな。でもまあ面白い。ちょっとなんか昔な感じ。毛穴パックとか、ちょっとなんか昔なパッケージ。ネットクリーナー、いつのだろう。高い高い。1個100円。こんなん100均いた方が絶対いいですけど。ケチつけて。え、何でも揃うな、ここ。え、面白い。あー、でもやっぱ倍ぐらいするね、全体的に。うわー、避けるグミ。うん、日本も制裁中止なのに。え、そうなん？え、そうですよ。知らん。え、カールもう終わっちゃったんですよ。なんで？え、多分売れないから。多分確かそうだったような気がする。マジで？カール売ってない。大丈夫？賞味期限。多分地方限定だったのか、多分そんな感じだったと思います。あ、でもね、2019年5月、だから今年もうすぐ。やばない？これ絶対あかん。あかんよ、めっちゃある。それまで食べれば。それまで食べれば。やば、1000円。え、1000円？ 9.99。 うわ、おかき900円弱。おかきが、そうね、まあ、日本円に換算したらもうちょっと安い。日本円にしたらね、ちょっと。めっちゃ面白い。こんな感じで困らへんけど高いね、全体的に。あ、これが噂の商工業。あ、このあ、いいよいいよ。このさ、これ懐かしくない？これ確かに、これ、ね、これないよな、カナダに。え、ジクワとかおでんありますよ。おでんが売ってある。高い高い。8ドル、99セント900円。あ、でもセブンで買ったら。あ、そっか。おでんはじゃあまあそんなもん。え、奥さん、安いな、思ったより。あ、セールか、セールやってるわ。
もともとは高い。300円か200円か。わあ。梅干しも高っけ。ここら辺って見なくない？わあ、ほんまや。あれさ、缶コーヒーなくない？こっち。あんまりないよね。何でも揃いますがな。動物園ってさ、これ私幼稚園時代を感じます。賞味期限賞味期限大丈夫。大丈夫。賞味期限見た方がいいっすよ。あ、お米とかも売ってはります。まあ、お米はね、こんなもんあんまりそんな高くない。日本と変わらん。こんな感じで日本食、ここなんて店かな、なんかロブソンストリートにあるなんかポッキーの目印のお店でお店でございます。日本食なんでも売ってるわ。全体的には2倍3倍ぐらいけど、手に入れようと思えば入れれる。何でも調味料何でも揃うから、おすすめ。来てみてください。な、何でも揃う。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。